皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、またまた最近買ったものようやく届いたということでね、ご紹介したいと思います。何を買ったかというと、せーの、うーん、というわけでこちらです。はい、エプソンの新しいプリンターを買っちゃいました。やったー。左上に型番書いてあります EP813A というカラリオのシリーズのプリンターです。まだ開けませんというか開けれません。なんか作業とか設定とか中途半端に終わらせたくないのでね、休みの日とかにねじっくり設定したいと思います。また開封してね使い始めたら動画撮ろうかと思うんですけど、とりあえず今日はご紹介ですけども、注文を1週間ぐらい前にしました。でその時は在庫がもうなくて、でもこのプリンターは去年の秋に発売されたモデルなので入荷するよと、ただ5月にならないと無理かもって言われて、まあそれでもいいし急がないのでとりあえず気長に待とうってことで注文はしてあったんですよね。でもねその1週間後予約してて、そんな早くとは思わなかったんですけど、入荷しましたっていうお知らせでびっくりしてですね、受け取ってきました。思わぬ嬉しかったですね。朗報で、思わぬ朗報で嬉しかったです。でなんでまた買ったのかというとね、まあ、やっぱり今使ってるプリンターがねちょっとぼちぼち寿命かなっていうのがありましてですね、私の人生でプリンターはこれで5代目になりますね。プリンター初めて使ったの高校時代でしたけどね、もちろん複合機です。でいろいろと今回もねこれを選ぶのに悩みましたね。去年の12月ぐらいからぼちぼち検討はしてたんですけども、最近プリンターってインクジェットとあとタンク式、エコタンク式っていうのが今ありますよね。で私もねどっちがいいかなと思って、まあ、エコタンク式の方がねやっぱり合理的なんですよね。1枚あたりの単価っていうのがその印刷コスト結構安いんですよね。あと詰め替えもね結構インクの普通のねインクジェットのカートリッジはインクを交換する作業って結構めんどくさいですよね。蓋開けてインク取ってパカッてやってるっていう。でもボトルはそのままトボトボトボって一回入れちゃえばね結構長持ちするんですよね。だからエコタンク式にしようかななんて最初は思ってました。ところがですね1個欠点があったんですよ私にとって。やっぱりエコタンク式ってだいぶ普及したとはいえ一応ホームプリンターの仲間なんですよね。だけどまだやっぱり業務用的な要素が強くてですね、CD のレーベル印刷ですね、CD とか DVD でインクジェット対応っていうやつのやつはなんだろう、表面の部分に自分で文字とかイラストとか入れてオリジナルの CD が作れるっていうのはあるじゃないですか。で私よく CD とか DVD 自作で作るもんですから、このレーベル印刷って結構重要なんですよね。でインクジェットの通常のカラリオのシリーズ、カートリッジを使うタイプですね、これはみんな標準搭載されてるんですけど、エコタンク式はこの機能がまだないんですよね。まだっていうか今後もないのかな。つけてほしいな、つけてくれればエコタンク式を選んだんですけど、まあ今のシリーズにはレーベル印刷はカートリッジのタイプだけしか使えないよっていうので、まあいいかってことで、そんなにねうちで使うプリンターですから、写真印刷がやっぱりメインになるんで、書類をいっぱい印刷するっていう業務用的な使い方はさすがにしないんでね、まあカートリッジで今回もいいかなってことでね、こちらのプリンターにしたというのが、大きな、はい、選んだ理由ですね。やっぱり CD 作りたいんでね、もちろん写真の印刷も楽しみたいと思います。あとはやっぱりね今 Wi-Fi でね設定できるってことで、USB でパソコンとの接続をしなくても無線でね印刷ができるっていうのでね、それもねちょっと設定難しそうだな、でも頑張って使いこなしてみたいですね。あとはやっぱりスマホからね、昔は赤外線通信がねガラケーとかにあってそれでプリンターでダイレクト印刷でできましたけど、今 Wi-Fi ですからどこにいてもプリンターと無線でつながれるんですよね。スマホからもダイレクト印刷できるってやってみたいな。いやー、いろいろとまた楽しみが増えました。まあ、まだちょっとね、休みの日にじっくり開けてやるので、開封はしていないんですけど、とりあえず、買ったよという速報の動画をお届けしました。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でよろしくお願いします。バイバーイ。